SNS 上で話題になっておりますとある職質動画について解説していきたいと思います。まず職務質問を受けたのがバハマ人の父と日本人の母の間に生まれたハーフの男性ゾウさんという方、この警官の職務質問に対してなぜ自分に職務質問をしたのかっていうのを警察に問います。私があっと思ったのは経験上ですよ、別にドレッドヘアが悪いわけではない、悪いわけではないですけど、そういうドレッドヘアおしゃれな方結構薬物を持ってる方が私の経験上今まで多かったと。でこのゾウさんの父の祖国であるバハマは国民の 85% がアフリカ系の黒人の方っていうのが占めていて、その文化の影響もあって、この方自身はアフリカ系黒人の伝統的なヘアスタイルであるドレッドヘアにしていたんですね。この動画をゾウさんは黒人差別に関する情報を発信する団体ジャパン・フォー・ブラック・ライブスに提供します。そしてこの動画というのがたちまち SNS 上で拡散されて報道番組でも取り上げられて今賛否両論を呼んでるっていうわけなんですね。専門家曰くですね、このドレッドヘアというのは黒人の文化的な髪型であって、この文化を否定するっていうのは絶対に許されないというんですよね。これその通りでして、警察官はどこで判断するべきだったのか、見た目は関係なかったのかってところですよね。ただ動画見るとこの職質自体正しい部分もあると思うんですよね。実際にこの警官はドレッドヘアで薬物を持ってる人がいたっていうことを言ってます。じゃあ逆にこの父の祖国の文化を貫いたゾウさんが悪いのか、このようにどっちが悪いのかっていう風になってるんですけど、僕はどちらも違うと思うんですよ。本当にこのゾウさんと報道、そして皆さんがこの批判を向けるべきなのは過去に薬物を所持していたドレッドヘアの人だと思うんですよね。そもそもこの今ネット上で意見として、そしてこの番組にも出演されてたゾウさん、この怒りと批判の矛先が全然違うんじゃないかなと思っちゃったんですよ。そのドレッドヘアが文化であるという意見、これは間違いないんですよ。ただ日本にはその文化がなくて、差別とかじゃなくて、そういった良くない先入観がまだ存在してるっていうのも事実だと思うんですよね。ただ今回の警察の経験で職質をしたシビアに言えば、統計を取ってれば事実として批判もされなかった。だからといってこの問題をその場で解決して警察が職質できなくなるっていうのも危険だと思うんですよね。この職質に関して素人目線なんで何とも言えないですけど、これ見て僕が思ったのは怒りの矛先違うんじゃないかってことですね。